7月9日、第3回堺で未来会議が開かれました。今回の会議では、緩衝緑地ってどんなとこと題して、堺で緩衝緑地へ実際に訪れ、自分が思う緩衝緑地のアピールポイントや改善点などを見つけることを目的としています。午前10時ごろ、参加者を乗せたマイクロバスが東大浜緑地に到着しました。今回参加したのは、堺出市内の高校生11人、香川大学三味島プロジェクトの学生6人、堺出市職員4人の合わせて21人です。参加者はグループに分かれ、緩衝緑地のパンフレットを見ながら緑地内を巡ります。はじめに訪れた東大浜緑地は、面積およそ3ヘクタールの緑地で、公園内には園路や芝生広場が整備されており、休日になると散歩や憩いの場として利用されています。参加者は緑地内を視察する中で、気づいたことを市役所で手渡された用紙に記入する、気になった場所を写真に収めるなどをして、現状の緩衝緑地について知識を深めていました。東大浜緑地にはマロッコパークの駐車場があり、緑地から少し遠い方でも気軽に来られます。視察を通して、影が多く涼しくて過ごしやすい、少し寂しさを感じるなど、若者目線の意見が飛び交いました。東大浜緑地を後にした一行は、西大浜緑地へ訪れました。西大浜緑地は面積およそ6ヘクタールあり、公園内には東大浜緑地と同様に、園路や芝生広場が整備されています。こちらでも涼しさもあり、公園が近くにあるというのは遊び場として活用できるかもしれない。住宅街の中にこれだけ緑があるのはアピールできるなど、さまざまな意見がありました。緑地を視察した後、一行は市役所に戻り、今回の会議を終えました。緑がいっぱいで目に優しいと思いました。何があるかとか、ここをこうしたらいいと思いますみたいな、緩衝緑地の生かし方みたいな。一度行ったことが、祖父と行ったことがあります、はい。外側の自動車の方から見たら、ちょっと暗いイメージがあったのですが、実際行ってみると非常に明るくて涼しくて過ごしやすい環境だと思ったので、生かしていけたらなと思います。僕自身何度か行ったことあるんですけど、やっぱり初めてだと行きにくいような環境だと思うので、PR の仕方とかどういうところがいいっていうのをしっかり提示して、人が来やすいような環境づくりに取り組みたいと思います。次回の未来会議では、今回視察した堺出緩衝緑地で気づいたことなどについて意見交換をする予定となっています。